どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで。 現在、この動画を撮影しているのが、3月29日金曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日の開幕戦、ジャイアンツと戦いましたが、結果0対4、完封負けスタートという形になりました。まあ、先発の青柳投手、まさかのボークからリズムが崩れてしまいましたね。今日のゲーム内容についてお話をしていきます。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは序盤3イニングのタイガース打線、相手先発の戸郷投手、まあ、力でガー ガガンガン押してくるというよりも、まあ、コントロール重視で結構ストレートの精度が良かったですね、まあ、これはちょっと連打、連打は厳しいかなという印象でしたが2024年のタイガース初ヒット。 打ったのは選手会長、中野選手です。初回ワンナウトから、戸郷投手のストレートを弾き返してライト前。まあ、中野選手といえばオープン戦、34打席連続無安打もありました。まあ今まで見たことないぐらい、絶不調に陥ってましたよね。ですがオープン戦最後の最後、マルチ安打がポンと出て、いい形で開幕に入ることができた。で、このいきなりヒットですから、やっぱり中野選手は心配いらないと言いますか、まあしっかりまずは結果を出してくれたと。で、2回ヒットを打ったのが前川選手です。 前川選手は今日、6番で起用されました。まあ、その理由とすれば、左バッターは3人並べない。岡田監督はこのようにも話をしていましたが、前川選手に対し続けて、普通にやったらええだけや。そんなもん、別に打てなかったら変えるだけであって、そんなんやったらみんな打つやん。そこまでうまいこといけへんって、勝負の相手も抑えてくるわけやから、初めてのスタメンで期待させてもあかんやんか。前川に負担かける必要はあれへんと、こういうコメントも出していました。まあ、去年を思い返すと、森下選手も6番から始まって、シーズン途中から3番に入るという形もあったんで、 まずは前川選手が6番からスタートし、その第1打席目、いきなりヒットを打ちました。まあ、岡田監督は前川選手に対し、空使ったら打つよと、まあ、こういうコメントも出していましたが、難しい緩いカーブ、うまく合わせてレフト前。本当に技ありの一本でした。で、なんと言っても3回ですよね。 ワンアウトから近本選手がライト前。で、中野選手がマルチアンダーとなるバントヒット。ワンアウトランナー、一塁二塁のチャンスを作って森下選手ですよ。もう打った瞬間、宇宙間真っ二つ、二点入ると思ったんですが、ライトの梶谷選手のスーパープレイ、もうこればっかりはお手上げと言いますか、取った方を褒めるしかない、まあそういうプレイだったように感じます。で、一塁ランナー、中野選手は戻りきれずという形になりましたが、これももう仕方がないですね。あの打球をライトが取る確率と、抜けた時に二点入る可能性を上げる走塁。まあ この校舎をね、中野選手は選択したと言いますか、まあ、本来あの打球であれば、どの選手でも後者を選択すると思いますよ。もう取られてしまった時点でゲッツーは仕方がない。まあ、そういうプレーだったように感じます。で、一方、タイガースの先発は青柳投手、2年連続の開幕投手になりましたが、初回の入りも大事だし、開幕戦自体が大事だと思うんで、アウトを一個ずつ丁寧に取っていく、そうなるような投球ができたらいいと思う。こういったコメントを出していて、で、もともとジャイアンツの開幕スタメン、小道和選手が入る予定だったんですが、その小道和選手が電撃 対談で、それによって、梶谷選手が入った。まあ、こういう流れなんですよね。で、序盤3イニングの青柳投手、かなり投球内容良かったです。まあ、初回は三者凡退。まあ、2番門脇選手に3ーボールまで行ったんですが、ここで崩れなかった。もうこれは一つね、まあ、オープン戦からいいところ見せてくれてますし、3回ピンチを招きましたが、そのファインプレーがあった直後の梶谷選手を三振に切った。もうこの辺りはさすがでした。で、試合は中盤戦。なんとか戸郷投手からチャンスを作りたいところですが、1本出ず、まあ、ただ4回は2アウトから前川選手、 がフォアボールを選んだこれ内容かなり良かったですね大山選手と佐藤選手が連続三振で3人で終わってしまったらちょっと嫌なムードが漂うなぁという中難しいボールなんとかカットして最後はしっかり選んだ内容も伴っていましたし6回ワンナウトで森下選手が選んだフォアボールも良かったかなとまあ、今日森下選手ちょっとついてなかったと言いますか、まあ、宇宙館梶谷選手に取られた打球もそうですし今日のゲーム通して森下選手ホームラン性のあたり2,3本ぐらい打ってたんですよあとちょっとフェアゾーン側に入ってたらホームランだなという 打球が何本もあったでこの第3打席でもそういった打球があったんですがその後しっかり切り替えてフォアボールまあ、しっかり触れてましたしね森下選手と前川選手まあ、内容は良かったんじゃないかなという風に感じますで両チームなかなか得点が入らない中5回でしたね先頭吉川選手に青柳投手がツーベースを打たれその後の戸郷投手まあ、ここは100%送りバントの場面で送られてしまってもワンナウト3塁でなんならそのバントを失敗させに行きたいまあ、そういう展開だったんですがセットポジションから投球動作に入ろうとし ししたた仕草これれがボークと判定されました、まあ、正直僕もここ見た瞬間、うわ、ちょっとやばいなって一瞬ね、思ったんですけれども、やはりボークを取られてしまった。ただ、青柳投手はその際、ホワイト、両手を広げながらなんでなんだと、まあ、そういう仕草を見せていましたが、まあ、その後ね、なんとかワンアウトを取ったんですが、佐々木選手のショートゴロ、まあ、やっぱり吉川選手足が速いですから、まあ、木浪選手がバックホームしましたが、フィルダースチョイスに。で、その後ですよ、なんとかツーアウトまで行ったんですが、梶谷選手にツーラン被弾。 ビッグプレイもそうですし、まあ、今日は梶谷選手の日だったなぁと言いますか、まあ、ちょっとお手上げっていう感じでしたね。まあ、梶谷選手はもともと青柳投手にとって天敵で、もう通算打率も5割を超えていた。まあ、ただ1、2打きは三振取ってたんですよね。ただもう守備から明らかに乗っていた梶谷選手、この3打席目で爆発してしまったなっていうところです。で、青柳投手は今日5回を投げて91球、バッター22人に対して許したヒットは5本。奪った三振は5つあって、与えたフォアボールも1つでしたが3失点。まあ、やっぱりボークが 響いてしまいましたし全体的な投球内容自体は悪くなかったかなと、まあ、スライダーのキレもそうですしまあ、どうしても青柳投手が良くない時きは、まあ、カウント悪くしてしまってコアボールが絡んだりしますからまあ、1点目もタイムリーを打たれたわけじゃありませんしまあ、どうしてもボークからリズム的にで精神的にまあ、ちょっとガタガタっと来てしまったかなっていう印象ですねでその後の展開タイガースは3人の中継投手が今シーズン初登板まず6回は島本投手ですねまあ、島本投手も本来であればリードしている場面で起用されるピッチャーですが現状なかなか状 上ががっていないな、まあ、だからこそビハインドではありますけれども、まあ、試合で投げていく中で状態上げてくれ、まあ、そういうメッセージもあったかなと、まあ、島本投手も今シーズンに向けては、シーズンでしっかり投げたい、ここから上げていけると思うと、まあ、こういうコメントを出していて、ランナー背負いましたけれども、無失点、で7回は漆原投手がタイガース公式戦で初登板。 こちらもランナー背負いましたが無失点でスタート。まあ、ですが8回ですね。カジア投手が先頭デッドボールもあって1失点。まあ、点差を広げられてしまった。で、タイガースの攻撃ですけれども、4回以降ヒットは出ませんでした。戸郷投手に6回無失点で抑えられ、その後はジャイアンツの今シーズンの勝ちパターン、3人のピッチャーに抑えられてしまった。まあ、終わってみての話になりますが、タイガースの今日最後のヒットは、森下選手の大飛球の前、中野選手のバントヒットになりましたから、あの森下選手の打球が抜けなかった、まあ、一つ勝敗を 分けたポイントになったかなという風に感じますで岡田監督は試合終了後今日のゲーム3三振の大山選手について 大山はちょっと踏ん張れてないな。どっしり触れてないもん。スイング見とったら万全じゃないわなと、このようにコメント。で、明日以降の起用法に関しては、明日の状態みんなわからんな。オープン戦出てなかったんやからと、こういうコメントを出しています。まあ、タイガースはオープン戦、近本選手、森下選手、大山選手。まあ、この3人が最後の最後、まあ、コンディション不良があって欠場という形に。で、大山選手もなんとか開幕に間に合わせ、今日のゲーム4番スタートという形になったんですが、結果は3 3進 明日以降、首脳陣がどう見ていくか、この辺りも注目したいところです。で、以上が1軍開幕戦の内容になりますが、今日は2軍はホークスと戦いました。まあ、こちらも完封負け、0対6ですね。まあ、打線は坂枝選手がマルチアンダを放つなど、まあ、チーム全体5ンダという形で無得点。で、一方、ピッチャーですけれども、先発西純也投手が5回を投げて6失点。まあ、本来であれば今シーズンもね、バシッと開幕ローテに入ってきてほしい、そういうピッチャーではあるんですけれども、現状2軍で調整中、で、まだ軍監督は西純也投手に あれだけボール先行すると苦しいねボール先行してストライクを取りに行ってガツン先頭バッターの入りが悪い先頭バッター出したのは5回のうち4人か今日はバラバラだったもちろん1軍でも投げてるピッチャーで自分でもなんとかしようっていうのはあると思う悪いなりの投球っていうのをできるようになってこないといい時は抑えますよ悪い時は全然ですよでは悪いなりにもうちょっと辛抱強く投げられるようになってくるとレベルも上がると思う大体2ボールからの勝負になってたからねそこら辺が苦しかったかなとこういうコメントも出していますで軍監督は今日から 一軍が開幕することについて、今日から一軍が開幕して、チームを代表する選手が出るわけだから、もちろん悔しさもあると思うけど、それはそれ。 プロ野球の開幕、1軍の開幕というのをしっかり自分の目に焼き付けて、いつかあそこの場でやってやるぞって気持ちで、また明日出てきて欲しいよねと、同時に2軍の選手に対し、こういうコメントも出しています。まあ、今日は1軍開幕戦、完封負けという形にはなりましたけれども、それでもシーズン戦う中で、若手選手の台頭、1、2軍の入れ替えというのは間違いなくあります。だからこそ今後2軍からどういう選手が上がってきて、1軍でどんな活躍見せてくれるか、このあたりも注目しながら、今後のタイガースを見ていきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、本日 3月29日2024年の開幕戦ジャイアンツとの1回戦お話をしていきましたが。 結果0対4、完封負けという形になりました。まあ、本当に何度も繰り返しにはなりますが、森下選手のあの打球が抜けなかった、う、まあ、ここがターニングポイントになったかなというところです。で、明日の開幕2戦目、先発は大竹投手です。タイガースに移籍してからは、東京ドームでの登板はまだありません。まあ、本当に大竹投手にとって久々のね、東京ドームのマウンドになりますが、一体今シーズン初登板、どういう姿見せてくれるか注目していきましょう。皆さんは今日の開幕戦、どのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この半身情報局、チャンネル登録者54,200人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者5万5千人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。今シーズンは開幕戦、寒風負けというスタートにはなりますが、まだまだ143分の1、ここからです。一体どういう戦い見せてくれるか、一緒に応援していきましょう。ではまた。